増田元信は、増田家、第32代当主。長州藩永大家老スサ両主マス家13代。署名は兼信、後に、長州藩第11代藩主、毛利リー元の派床に当たるより、返気を授与されて、元信に改名。今日は2年、宇だ毛利リー就任の子として生まれる。文政7年、従兄こに当たる増田ダ某義吉の婿養子に迎えられ、文政9年、養父、 某清の死去により、家徳を相続する。天保2年、当職となる。天保5年に辞職するが、翌天保6年に、再び当職となる。13代藩主、モーリー・ヨに、村田政風を推挙し、天保9年に政風が、仕組み係となる。天保11年の反省改革にあたって、当役となり、政風が当役横断役となる。 藩の借り入れを37年符にする債務整理を断行し、これにより被害を受けた商人たちによる工作の結果、硬貨元年に政府と共に職を免じられた。しかし、犯罪性の悪化を受けて、硬貨三年に再度当職となる。海営元年、手狭となった藩公名林館が移転再建されることとなり、名林館大一合約を命じられ、 最高用係の政風と共に再建に当たった。海英二年没、去年四十八。家督は、性質講子が生んだ親世せが相続した。ありがとうございます。